コロナ治ってから喉の調子がさ、定期的に悪くなるんだよね。声がおかしくなる。なぜ？こんにちは。こんにちは。今日は朝起きてから自主練してたんだけど、時間が足りなすぎてどうしよう。じゃあ全然覚えられない どうしよう。マジでなんか落ちこぼれになってる今。高橋さやかちゃん落ちこぼれ問題。こんにちは。どうしようかな。なんかさ、今日の顔寝起きじゃないのに寝起きみたいな顔してない？コンディションが悪い。よいしょ、こんにちは。今日さ、この髪の毛のままレッスンはちょっといけない。直すか ちょっとワンチャンいけるかなと思ったけど、ボサボサだった。よいしょ。こんにちは。机の上が大渋滞だな。なんか忙しいというか時間取れなすぎて部屋がとても散らかっている。さあ、まだ愛媛から帰ってきたキャリーも片付けれてないんだけど 開きっぱなし。どうしよう、マジで。武道館が終わるまでさやの部屋はどちらかってるかもしれない。ストレス。まずい。まずいね。マジで覚えられない。どうしよう。弱音を吐きたくないけど、弱音を吐かずにはやってられないぐらい今追い詰められている。正直ショールームをやってる場合ではないという説もある。こんにちは。こんにちは。今日髪の毛縛ってこうかな。どうしようかな。こんにちは。マジでどうしよう。全然やばいね。あ、そう、今日は黒い服、昨日は白でした 今日は黒だよ。こんにちは。マジで、昨日なんか一人で泣いちゃうかと思った。家でできなすぎて。一人で家で泣くのはもうね、末期なんですよ。そう、追い詰められ末期なんですよ。ピンチだね。なんか私さ、人にさ、ここってどういうふりですかみたいな聞けない人なんですよ、メンバーとかに。そう、だからね、それも損してるなって思う。聞いたら絶対早いのに 聞いてなんかすぐに覚えられる脳みそじゃないんですよ私。だからなんか迷惑だな、迷惑かけちゃうなと思って聞けなくなっちゃう。困ったな こんにちは。てかサンリオの背景かわいすぎる。最高やん。こんにちは。サンリオのキャラクターってさ、基本的に目に表情がなくて可愛いよね。なんかみんなポカンって顔してるお目目じゃない？そ
猫がかわいい。こんにちは。まあどんどん聞いた方がいいよってことなんですけど、聞けるような状況でもないっていうのもありますしね。こんにちは。え、マジでどうしよう。それ今日落ちこぼれだな。全然踊れないまま行くことになる。こうまずいですよ。朝起きてから2時間ぐらいダンスしてたけど全然ダメだった。やっぱさ、記憶力落ちたと思うんだよね。もともとこんなに覚え悪かったっけ。過去の自分を過大評価しすぎてるって可能性はあるな。こんにちは。こんなに記憶力なかったっけな。どうかな。こんにちは。まあね、弱音を吐いていても何も進まないので、ちょっと頑張ります。行きの電車でずっと映像を見ていこう。少しでも脳みそにインプット。こんにちは。積み重ねてきた努力があるからサニアできるよ。ありがとう、励ましてくれて。そう、マジ集中力は本当に続かない。なんか脳みそがね、停止する。一定時間を超えると。今までそんなことなかったのに。ケンケンさん、ギフトありがとう。脳みそが停止するんだよね、機能を。はい、閉店みたいな。いやいやいや、まだ頑張りたいんですけどみたいな。心と体がね、ちょっと追いついてなくて、頑張りたいのにね、閉店しちゃうんだよね、脳みそは。こんにちは。さっきから適当にアイロンを通しているだけだから全然治ってない説ある。後ろ激跳ねしてるわ。こんにちは。まあちょっとね、本当に時間がないんですけど頑張ります。今日は夜なんかご飯でも作る配信しようかなと思っているけど、そんなことをやってる場合ではないっていう、心の中では思ってるんですけど、ショールームをやらないといけないので、ちょっとどうしようかなって感じですね。ご飯なんて作ってる場合ではないんだけど、覚えられなすぎてダンス。こんにちは。まさとさん、ファイトギフトありがとう。でイベントの方もちゃんとあれしたなら、立候補したならちゃんとやんないと。マジで体2つあったらいいのにな。ダンスを覚える体と配信する体。したら全ての問題が解決するのに。と私は今思っている。でも現実問題、そんなね、苦労みたいなことできないので、体一個でできるとこまで頑張らなくっちゃ。ははは。
わろう。まあ、なんか今日までに何を覚えたらいいのかも分からなくなっちゃった。整理しないと脳みそ。よし、髪治った。髪きれい、ありがとう。なんか愛媛にいる間さ、ホテルのシャンプー使ってたらめっちゃ髪傷んだんだけど、こっち戻ってきて自分の使ってるやつにしたらちょっと復活しました。こんな感じでちゃんと天使の輪ができるようになりましたよ。こんにちは。今日は頑張るためにネックレスでもつけていこうかな。ちょっといいやつつけていくか。こんにちは。全然意味ないけどいいやつつけていくか。ちょっとキャリーの海の中に多分入っちゃってて見つけられなかった。よいしょ。キャランさんファイトリートありがとう。なんかポーチに入れてたんだけど、そのポーチからキャリーの中に出ちゃって、キャリーの中のどっかにいるわ。もうちょっと探せなかった。諦めよう。いつものいつもの S にしよう。なんだ、この前ネックレス綺麗に洗浄してなんか青くなってたやつ取ったのに見つけられなくなっちゃった。金曜日やる気。今日金曜日ですか。わお、今日金曜日やん。金曜日ってこと知らなかった。もう曜日感覚ゼロやねんけど。てか明日か、諏訪のやつ。マジかよ、日付感覚もなくなっとる。え、今日9月終わり。わお、みんな今日9月終わりらしいよ。にわかには信じがたいで。マジか。マジかよ、みんな今日9月終わりらしい。頑張っていこう。みんな月末だ。9月で20歳になりました。あ、2ヶ月だけ同い年だね。おめー、いい知恵にして。20歳あっという間だった。私はちょっと本当にビビってる。わお、こんにちは。さーて、テンションが上がってきました。さっきまでネガティブさえちゃんだったけど、なんか謎にテンション上がってきたわ。いいね、いいことだよ。いや、時間経つのめっちゃ早い本当に。こんにちは。え、てかなんか普通に1週間休養してたから9月とかなんか溶けた溶けてた。気づいたら溶けてたね。こんにちは。さえはびっくりするぐらい溶けてったね。トミさん可愛いってありがとう。ちょっとマジでどうしようかなね。今日乗り切り。でも明日多分ほぼ練習できないからほぼ練習できなくなって、2月じゃないや、10月2日くらいから投資でしょ。終わってるな。まあ1公演ずつ苦手を潰していくしかないですね。3公演あるんで、ゆっくりで、ね、大丈夫、できるできる。私だもん、できるよね。さえもそう思う。イエーイ。なんだかんだいつもやばいやばい言って本番までにちゃんとできるもんね。きっとできるよ今回も。やりきたしてこう。ふふ。今日ね声の調子良くないですね。なんかお、何、鼻と喉の奥の方があんまりなんか良くないね。蓄膿症みたいになってる。ちょっとお聞き苦しい声ですが、みんなご了承ください。ちょっとね、今日レッスンに行くには何を持ってたいんだ。ポーチ持ってくればいいか。あ、うん、なるほどね。
今日はね30分ぐらいに終わりにしますね。ちょっと朝短い、朝っていうかもう朝ではないんですけど、昼配信ちょっと短いんですけど、夕方ちょっと2時間半できるかな、2時間くらいはやろうと思ってるけど、ちょっと1日3時間マックスで今日もできるかちょっと微妙ですね。できなかったらごめんなさい。でも今日定食みたいなの作ろうかな。明日はマジ料理1ミリもできないんで、でも今日料理するしかないんですよね。マジでこの3日間イベントと被っちゃいけない3日間だったな。立候補したの間違いだったかもしれん。ちょっとしんどすぎるな。こんにちは。どうしようかな。昨日とかマジ20分しか配信してないの、イベント中とは思えないもんね。マジでみんな応援したいのにサイリンが全然配信しないと思ってる人多いと思うんですけど、マジでそれに関しては謝罪、それに関しては謝罪です。謝罪の一言ですね。こんにちは。こんにちは。よし、ティッシュペーパーが落ちるとこやった。よいしょ。あとは今日何の話しようかな。でもさっき配信しようと思ったらゆうなちゃんがフレンチトーストを作ってる配信してた。朝から料理してて偉いなと思って。ちなみに今日の私の朝食は8枚切りかなの食パンにアボカドとコチュジャンと豆板醤を混ぜたソースを塗り、エビを乗せて、その上にチーズを乗せてトーストした食べ物でした。エビアボカドトーストでしたね。今日エビアボカドトーストを私は食べました。あ、アボカドと アボカドとコチュジャンと豆板醤とお醤油だな、そう混ぜたソースですね。それ一番うまいです。エビアボカドで食べるとき、かつマヨネーズが苦手な人はコチュジャン豆板醤醤油を混ぜると美味しいですよ。マヨネーズ嫌いが編み出した適当味付け、おすすめです。まあ甘みあれだけどね、マヨネーズ嫌いな人ってあんまいないけどね。そう、マヨネーズ、でもマヨネーズ嫌いな人ってでもね思ったよりいるんだよね。あ、あなたもみたいな、よくある。なんで好き嫌いってあるんだろうね。こんにちは。好き嫌いなく何でも食べたら幸せなのにな。さあね、パクチーを美味しく食べられるようにいつかなりたいんですよ。なんかさ、そういう海外のアジア系の料理屋さんとか行った時、食べれるものがマジでなくて、なんか損してるなって思う。いやー、パクチー美味しく食べれたらなんか大人な感じしない？パクチー食べれる？みんなパクチー大好物ですみたいな人いますか？久しぶりにこんにちは。元気そうでよかった。ああそう、体調はねあんまりこう今何崩れてないんですけど、多少の倦怠感と鼻声が残ってます。そう、こんにちは。あ、パクチー食べれない派がちょっと今優勢かな。コメント欄だと優勢かなっていうか、苦手な人しかいないわ今コメント欄に。いや、平日のこの時間の配信って人集まれないよね。そう、ちょっとすみません、変な時間にやっちゃって。パクチー食べたことない、マジ？一回チャレンジしてみてほしいよね。でもなんかパクチーってさ、食べる前にさ、自分苦手そうだなとかなんとなくわかるよね。
構想系が苦手だったら多分無理なんですよ。そう、さやは食べる前から多分苦手だろうなと思って食べて本当に苦手だった。こんにちは。大葉は好き。え、わかる。大葉はでもさ、昔は嫌いだったんだけど、最近ね、ここ数年でね、大葉好きになったんですよ。だからこの調子でパクチーもちょっとなんかいつの間にか、え、食べれるやんにならないかなと思ってる。大葉美味しいよね。でも大葉ね、多すぎるとね、うわってなっちゃうんだよね。こうやっぱ適量、世の中適量ってもんが大事だね。何でもかんでもボン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 入れて食べればいいというわけではない。タイ料理とか全然食べれない。え、わかる。タイ料理マジ食べれるもんない。前タイ料理屋さん行った時にさ、なんか何人かでね、マジなんか食べれなすぎて、おーどうしよっかなみたいな。なんだっけ、なんかねスープがあって、聞いたことある名前だったの、聞いたことある食べ物だったけど、聞いたことある名前の食べ物だったけど忘れちゃったけど、なんかあ、トムヤムくんだ。天才コメント、トムヤムくん出てきて、もうなんか全てが パクチーを食べなくてももうスープにパクチーが染み込んでて、うわこれダメなやつだと思ってね、食べるのやめたっていう。一口で、あ、ちょっとこれ私無理だからみんなで食べてっつってやったことあります。こんにちは。なんかタイ料理屋さんはちょっといけないね。こんにちは。パクチーとかなんか大人になって食べれるようになったみたいなさ、噂をさたまに聞くから、ワンチャン望みは捨ててない。そう、ワンチャン望み捨ててないよ。し、食べれるようになるんじゃないかっていう望みを持って生きてる。でもさ、なんか東南アジアの香辛料とかスパイスとか香草とかを使った料理がなんかすごい苦手で、そう、全然苦手でさ、なんかその東南アジア系の料理屋さんの前を通るだけで匂いでうってなるぐらい苦手なの。だからさ、そのマジで克服したい、苦手を克服したいね。食べれるものやっぱ多い方が楽しいじゃないですか。当たり前のこと今言ってるな。当たり前のこと言ってるけど、そう、やっぱ美味しく食べれるものが多ければ多いほど人生豊かになるじゃん、絶対。いろんな食べ物を食べれるし、だからちょっと、あー、克服したいって気持ちですね。好き嫌いがな、なんか基本ね、あれなのよ、食べれないもの減ってきてるんですよ。よくあるちっちゃい頃の好き嫌いはもうないんです。そのピーマンとか玉ねぎとかさ、愛系はね全部食べれるようになったんですけど、でも今思うと昔ナスとか苦手だったけど、今は普通に麻婆ナスとか自分で作るぐらいには好きになったから、味覚ってやっぱ変わるというか、まあ未来が死んで味に鈍感になってくらしいんで、人間って年を取れば取るほど。だからその未来が死んだことによって嫌いと感じなくなっただけっていうちょっと悲しい見方もできるんですけど、実際はね。そう、あー、パセリね、さえもダメだな。なんか料理のさ最後にパセリポンって乗ってたりするやん。何回かさ、ワンチャンそろそろ食べれるようになってるんじゃないかと思ってパセリ食べてみるけど、毎回嫌な気持ちになって、あ、食べなきゃよかったって嫌な気持ちになるまでがセットだね。おバカなのかなって感じ。そこまでがセット。チャレンジ精神は旺盛なんです。チャレンジしてるんだけど、うん、まだダメだわっつって失敗したってなるまでがこうもうパッケージですね、私の。クレソンはね、記憶ではあんまり得意ではなかった。でもあんまり覚えてない、どこで食べたかとかどういう感じで食べたかあんま覚えてないけど、なんか記憶では、あ、クレソンってちょっと苦手かもって思った記憶がある。でもこれ
この記憶が正しいのかは分からん。なんだっけな、じゃ何かを食べた時にさ、あ違うわ、お酒だな。日本酒とワインはなんかもう匂い嗅いだだけで具合悪くなるぐらい苦手なんですよ。だからね、匂いが苦手みたいなやつめっちゃ多いですね。パクチーとかもそうだけどさ、そう匂い強いやつ基本苦手っすね。でも今となってはもう理解不能だけど、ちっちゃい頃とかさ、肉が好きじゃなかったんですよ。お肉がめっちゃ不思議じゃない？今お肉大好きマンなのに、ちっちゃい子お肉苦手だった。こんにちは。魚の生臭さは大丈夫？なんかあんまり考えたことなかった。でもなんか小学校の時理科の授業で魚を解剖した時は匂いでちょっとダメだったね。まああんま新鮮なお魚じゃなかったから、普通になんか腐敗臭みたいなのだったけど、具合悪くなったね匂いで。そんな記憶があります。あーチョコミントダメなんですよ私。そうチョコミント食べれるようになりたい。チョコミント好きってマジで好きじゃん。チョコミントってさ、めっちゃ好きかさ、めっちゃ苦手かのさ、二極化してない？まあ普通かなって人あんまいなくない？あ不思議なんだよね、めっちゃ不思議だなと思う。大体の食べ物ってさ、まあ普通ですみたいな人大体結構な何一定数いるはずなのに、チョコミントみたいなやつってめっちゃ二極化してない？もうなんか見つけたら絶対買っちゃうぐらい好きですって人とさ、あ絶対食べれないですの二極化してない？あれね不思議だ。こんにちは。さやは苦手派です。ちなみに元気なくなっちゃう、チョコミント。うん歯磨き粉やってなっちゃう。でマジで苦手な食べ物ゼロになりたい、いつか。なんか私の友達でいるんですよ、すごい食べるの大好きな子がいて、なんか何でも好きみたいな、嫌いなもの一切ありませんみたいな友達が2人ぐらいいるんですけど、2人ともに共通してるのは食べるのが大好きだってことなんですけど、やっぱ嫌いな食べ物ないとさ、何出てきてもさ美味しく食べれるからさ、食べるの好きなんやろなって、好きになるんやろなって思う。だからその楽しそうだからいいなと思ってさ、さえも食べ物嫌いなものゼロにしたい。こればっかりはね、なんか努力でどうにかなるもんでもないじゃん。これ難しいところですね。こんにちは。携帯認証しないとコメント反映されないのかな。わかんない。ショールームさんの仕様についてはちょっとショールームさんの Q&A で確認してくれ。私は分からん、そのシステム的なことは分からないぜ。こんにちは。うわ眠い。さて30分を過ぎたのでそろそろ昼配信は終わりにしますかね。夜さやがレッスンリハを終えて抜け殻になった私とお会いしましょう。とりあえず今日乗り切ってくるわ。そう一旦ね。ということでランキング見ます。13位黒狐さんありがとうございます。12位小狐さんありがとうございます。11位岡田さんありがとうございます。10位小倉さんありがとうございます。9位ポンさんありがとうございます。8位江田さんありがとうございます。7位オロロさんありがとうございます。6位ヤスさんありがとうございます。5位アキミさんありがとうございます。4位マサトさんありがとうございます。3位キャノンさんありがとうございます。2位ケンケンさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。イエーイ。ということでまた午後お会いしましょう。みんなお仕事いってらっしゃい。さやも頑張ります。バイバーイ。